やっほー、ちょっと待ってね。もうそっか、それもいらないのか。配信ルーム管理。よし、こんばんは。ちょっと待ってね。なんかランキングがバグってるんですけど、あれ一回切っていいですか？ランキングがバグってる。おやすみ、またね。昨日の最後のランキングが残っちゃってるんで、ちょっと一回切っちゃいますね。ランキングにバグが生じています。一回切ります。あ、どうも、こんばんは。あ、戻った。戻ったと同時に背景が変わってる。なんか元通りというか、いつもの感じに戻っちゃった。ありがとう、こんばんは、どうも。すいません。パンダさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。やっほー、お疲れ様、ありがとう。おい、疲れてるよ。ほうほう、眠たい。今日はね、7時ぐらいに一回朝起きちゃって、まず昨日寝たのが3時ぐらいだったんですけど、7時くらいに起きちゃって、なんか迷ったんですよ、このまま起きとくかと思ったんですけど、なんか前日に 3時に寝てるから4時間しか寝てないまま投資すんのはやばいと思って。そう、それでそう、もう一回二度寝みたいなことをしたら、めっちゃギリギリになっちゃった。サッタンさん、うちでの小槌ありがとうございます。ギリギリになりすぎちゃった、本当に危なかった。プライズレバーさん、ハートありがとうございます。パンダさん、おめでとう、ありがとう。何へのおめでとうなんだろう、わかんないけど、とりあえずありがとうって言っとこう。ありがとうございます。クエスト完了、終わりましたよ、始まったクエスト。毎日何かのおめでとう。確かに、
今日は何へのおめでとうにしようかな。じゃあサスト浩平さん、ハートありがとうございます。お、明日いよいよ明日ですね。そうだよ。明日はいよいよ8の日です。まあ全然ね、日付は違うんですけど。まあ私たちが8の日ですって言えば8の日になるので、8の日です。はい、あ、それも言わなきゃいけない。それって自分の頭で中でポンって出たのに、それって言われても誰も何も分かんないですよね。いよいよ明日ですよ。エイトエイトエイト、喋らない、喋ってるよずっと。うん、喋ってるんだが、しかし聞こえてない。やっほー、こんばんは。聞こえてます。あ、聞こえてるよね聞こえてるよね。 OK、 待ちきれなくてもう横浜にいます。だって絶対寒いよ。うん、絶対寒いよ。絶対おかしいでしょ。うん。ともゆきさん、ハートありがとう。キュンです。ありがとう。最近ドッポンやってる。だってやってますよ。昨日もやったし、今日はまだ開いてない。うん。でもほぼ毎日、なんかリハとかで忙しくてっていう時以外はほぼ毎日開いてます。はい、私のことを一押しにしてくれてればコメントとかで確認できるはずなんです。ぜひ確認してください。ともゆきさん、ハートありがとう。キュンです。ありがとうございます。じゃあ、え、今何時だ。8時。どうしよう。8時。
15分。になったら喋ります、喋ります、喋ります。8時15分まで喋りませんそれは違うかはい、8時15分になったら喋ります。山内さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。こんばんは。パンダさんハートありがとうございます。はやばい、お腹が空きそうです。いや空かない、空いてない、私はお腹は空いていない。さっきそうレッスン終わってからちょっとだけご飯を食べて今配信をしているんですけど、私はなんかね、お昼ご飯みたいな夜ご飯みたいなのがお弁当で出たんですけど、何時のお弁当なのか分かんなくてどうしようと思った結果、お昼に半分食べて夜に半分食べればいいやと思って、そうお昼に半分食べて夜に半分食べてましたそうだ、さっき半分食べたから私はお腹は空いてない。違うんだ。 Yes, I can。 日高浩二さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。でも普通に考えたらさ、昼と夜一食しか食べてないってことでしょ。普通に考えてお腹空くよね、そりゃうん、そうですよね。サプライズレバーさんミラーボール4つありがとうございます。パンダさんミラーボール2つありがとう。トラックエローさんミラーボール2つありがとう。じゃあミラーボール8個分歌います。でもあと1個で終わるんですよね。次の曲に行く。とりあえずこの1個だけ歌おう。小さくなる悲しみよ。ありがとう、まず1つで次が、よし、花柄のカーテンを開ければ降り注ぐ夏の太陽、目の前に広がる真っ青な海、背中から抱きついた君さ、恋は神様の気まぐれ、顔を近づけて、アイスの口づけ、なぜだか甘くて冷たくて、胸の奥のどこかがキュンとした、アイスの口づけ、ちょぴりブドウの味がした、凍った果実を食べていたんだね。
ということで1個分と7個分サプライズレバーサミラボル4つ、パンダサミラボル2つ、トラックエローサミラボル2つ、ありがとうございます。スミちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとう。いや別にお腹がなんか出すからとかじゃない、私は基本的に寝たらお腹は引っ込むタイプの人間なんで、別にお腹を出すからなんか食べないってわけじゃなくて、そうなんかなんとなく、でもすごいタンパク質が豊富そうなご飯を食べました。鶏、ご飯の上に鶏肉、なんか鶏の照り焼きみたいなお肉と卵、錦糸卵とあとゆで卵の半分みたいな、そう美味しかったです、とっても。サットさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。でも中にはマジでなんかその、まあ、カツ丼とかもあったんですけど、カツ丼のカツしか食べてない人とかもいて、いやはぁと思いました。絶対お家帰ってからなんか食べるんじゃないのとか、絶対ホテル戻ってからコンビニ行くじゃんと思ったんですよ。そうだったら今のうちに食べていた方がいいよと思ったんですけど、まあすごいですね、そんなメンバーは本当に。991日ありがとうございます。カツ丼、そうですね、私はカツ丼がすごい好きなんですけど、でもなんだろう、そのなんか結構何回かここのお弁当のが多くて、そうで結構いろんな種類があるお弁当屋さん、お弁当屋さんなのかあんま分かんないんですけど、なんですけど、なんかまずこの間カツ丼のを食べたんですけど、なんか醤油感というか、なんだろう、なんか味がすごい、いつも私がすごい好きなカツヤのカツ丼がすごい好きなんですけど、カツヤのカツ丼っぽい味じゃなくて、なんか何か分かんないんですけど、なんか醤油感が強めというか、醤油なのか何なのか分かんないんですけどなんかが強めだったので、なんかもちろんすごい美味しかったんですけど、なんかカツヤのカツ丼にはかなわんわと思ってやめて、そうまあ食べたんですけどね、その時は、その日は。でその次に、なんか鮭が乗ってて、チラシ、あの何でしたっけ、シラスとか、あと何乗ってたかな、あれもう前のことすぎて忘れた、そういうのも食べたんですけど、それもすごい美味しかったんだけど、なんかそれをいつも食べてるから、今日はじゃあ私は違うのを食べようと思って、そう何にしようかなって思った時に、なんか結構取るタイミングが早くって、なんかそのメンバーが集合の前にもうご飯が来てたんですよ。そうで、その集合に早く来た人順ぐらいな感じで取れたんですけど、なんか私は結構早めに着いたので、そう早めに取れて、で何にしようかなって思ってみたら、その鶏肉の照り焼きみたいなやつが余ってたので、あこれにしようと思って食べたらめっちゃ美味しかったです。はい、すんごい美味しかった。うん、聞いてるだけでお腹すくみんなのお腹をすかせていきます。うん、誰か8時15分に教えて。
エイトはお弁当争奪戦すごい、まあ、すごいですね、本当に本当にすごいですはい、うん、すごくすごいです。なんかもうお弁当が運ばれてくるじゃないですか。したらみんな、あ、お弁当来たよみたいな、ダダダダダって走ってて、誰にしようかなみたいな、なんかなんだろう、多分他のチームのとかだとあれなんですよね、先輩順とかがあるので、なんか多分そんななんかうわーって群がりはしないと思うんですけど、エイトってそういうのがなくて、そうもう本当に後輩も全然すぐ取るし、別になんか別にそんなだから何ってわけでもないし、そうそう別にそれがいつもの光景って感じなので、特に何か思ったことはないんですけど、そうだからエイトはお弁当争奪戦がすごいって言われるんですよね。で別に多分これはなんかエイトの中でそういうなんか差し入れは先輩からとかっていうのがないんですよね。バージョン R さんハートありがとうございます。そう北里浩平さんハートありがとうございます。だからそういうなんか先輩からとかっていうのがないからこそ、なんか争奪戦ではないけどすごいなんか人がいっぱい集まっちゃうみたいな感じかな。そうそうそう、うん、セッキーさんセンスありがとうございます。パンダさん、うちでの小槌ありがとうございます。そんな感じかな、別にだから多分だから AKB の他のチームも特にそういう先輩からみたいな風潮をなくしたら多分全然そうなると思いますよ。うん、入ってくる子たちが若いから私たち、まあ多分他のチームもそうだと思うんですけど、でも入ってくる子たちが本当に若かったりとか、なんかそういうなんだろう、なんかさ研究生の時は携帯楽屋で使っちゃダメみたいなあるんでしょ、髪の毛も壁写と一緒みたいな、そういうのがなんかそういうのを多分教わらないんですよね、研究生っていう時代を過ごしてないから。そうだからなんか別にそういうのがないから、多分そういう研究生時代に多分そういうのもなんかスタッフさんから教わるのか分かんないけど、先輩からですとか差し入れは先輩からですとか、そういうのがなんかそういうのが8は特に入ってくる時期も結構バラバラだったり、今のね一番新しい子たちとかは一緒だったりとか、初期メンバードーンだったりとかしてたけど、でもそれこそミッサーとか京香ちゃんとか一人で入ってきてるじゃないですか。だからそういうのがないから、うん、だから多分そういうのがないんですよねそうそうそう、うん、うん、はい、やば、8時15分になった瞬間にさ、お時間です、8時15分15分だよ Now って送ってくる、もう4人どんだけ聞きたいんや怖いんだがし逆に逆に怖いんだが
そんなハードル上がって上げないでくれ。いける。便利なアラーム、それな。やばい、16分になっちゃうから喋らないと。そうですね、まあ多分知ってる人も多いと思うんですけれども、ですね、1月のですね14日明日明後日しあさってですね、金曜日の、18時55分から19時56分にですね、私橋本春奈北日本放送さんの 1F に生出演させていただきます。はい、イエーイ。あのこの間言ってた、なんか私はすごい嬉しいけど多分ファンの皆さんは嬉しいかわからないって言ってたお仕事はこれで、なんか多分富山に住んでる人だったら嬉しい喜びって感じかもしれないんですけど、見られない人が多いのでそうだからなんか嬉しいかわかんないみたいな。でもまあって感じだったので、そんな感じでした。はい、あの生出演なのでやばいですよね。公演じゃない、コンサート終わって、私はだからあれまでいると思ってたんですよ、お話し会までいると思ってたらもう秒で帰ってこなきゃ、また帰ってこなきゃいけない、もう秒で帰ってみたいな、もうよくわかんないって感じ。そうそうなんです。でもこうしてまた北日本放送さんの 1F に出演させて、初めて、 YF は初めてなんですよね。そう、私が結構あの前にいっちゃん KNB さんに出演させていただいた時にお世話になった関敦さん、あのアイドルの極意を教えた関敦さん、そしてまあ他にもいっちゃん KNB さんのアナウンサーだった方々の MC だった方々の上野さんとか柴田さんとかが一緒に、そう出演、イエイ北日本放送さんはいっちゃんです。いっちゃん1時間出ます。はい、今回はユニークな名前にヒットあり富山のネーミング特集ということで、ぜひはい、1時間出ます。橋本、そうなんですよね、雪だからまず帰れんのかなみたいな、普通に怖いよねはい、もうこれは AKB48 チームメイトの公式サイトに載ってるので皆さんぜひ拡散してください。生出演です。はい、頑張ります緊張ですが頑張ります。そう、私的にはすごい嬉しいお知らせなんですけど、ファンの方は見れないっていう声も多かったりとかするから、そう、どうなんだろうなっていう、まあでも本当にハーピョンをすごい応援してくれてるっていう人だったら、私にそうやってお仕事があるっていうことが多分喜びだと思うから、あ、喜んでくださいはい、ということで1月14日頑張りますやばいよね、普通にもう今だからそれ、昨日のアンケートもそれなんですけど、全然何も考えれてない今、そっちは。でも申し訳ないけど
ートの日で頭がいっぱい。うん、だからもう何にも今それ考えられてないからどうしよっかって感じ。そうですね、14日金曜の夜なんで、ぜひ富山に来て土日富山楽しんで、まあ、日曜はお話し会あるんで皆さん富山からお話し会に参加していただいて。はい、やばいですよね。だって22もドボンライブでしょ、で5日6日がコンサートドリクアワーでしょ。頭パンクなんだが、嬉しいパンク。はい、絶対入れるとこ間違えてるよね、ドボンライブね、絶対間違えたよね、ここじゃなかったよね、入れる日付絶対間違えてるよね。うん、絶対間違えてるよね。ね、劇場公演も出たいですけどね、今日発表されましたよね、なんか17から何日の劇場公演みたいな、多分17は出ないです、あれなんで、きっとドボンのライブのレッスンしてると思う、わかんない、え、でもどうなんだろう、選抜さんが仕事なんですってなったらないかもしれないし、ハマちゃん生誕はいなかった、あ、じゃあ出ないです、17はメンバー発表されたよ、あ、もう私もね、出るメンバー知ってるんで17は出ないってことは知ってたので、そう多分出ないですと言ってしらじらしい。22日のレセット公演は出ますか。そうですね、22日のリセット公演、多分その日は八王子にいるんじゃないかな、私、うん秋葉原には行かないかな。めぐみん頼む。22日はうん無理だよね、絶対的に、はは。まあでも近々またね、公演に出演できたらいいなと思っています。はい、余談やけど明日なんだ、明日第8次の再販あるんやってね、多分私の完売済み、ありがとう、嬉しい、みんなのおかげで宣伝しなくて済みます。みんなのおかげで宣伝しなくて済みます、ありがとう。うん、なんか今日のマスク黄色に見えるね。ライティングのせいか、あー疲れた、チューハイの、チューハイって何ですか、いつもの高機能マスクじゃない、そう今日はこれ。うん、チューハイとはほろ酔いみたいなやつ、あー、そう言われたらわかるわ、え、ウイスキーが痩せるんだっけ、え、なんか痩せるわけじゃないけど、なんか太らない、何が太らないんだっけ、なんかが太らないみたいな、チューハイは絶対太るでしょ、ほろ酔いなんて甘いんだから、なんかが太らないって聞きました、ハイボール、ハイボールが太らないのか、あ、だから吉高さんハイボール好きだけど毎日飲んでるらしいけど全然太らないのか、
どね、そういうことか。スミちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとう。一緒に唐揚げ食べたら太るよね。タモリさん曰く、お酒だけ飲んで、あー流れちゃった。あくびしながら名前呼ばれるのはレア、やったね。パンダさんハートありがとう、キュンです、ありがとう、ありがとうございます。ともゆきさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。コメント読めなかったら、ああ流れちゃったって言って流す。やば。うん、追いかけない。追いかけない。去るもの追わず、そうです、去ったら去った。去ったら去ったなんで追いかけません。来るもの拒まず、待ってる、去るもの追わず、はい、追いかけるより追いかけ、追いかけられたいかな。それ多分ね、アイドルのファン向いてないよ。うん、絶対それ多分向いてない。 YK さんハートありがとうございます。うん。おお、愛されるよりも愛したい、マジで。あ、それはファン向いてるわ。でも向いてないかもしれないけど、でもまあ続いてるっていうとあれですけどね、私を好きでいてくれてるっていうことはきっと、なんかハルピョンにはなんか不思議な力があるみたいですね。ありがとうございます。マッカイクさんハートありがとうございます。ジャニーズの歌って分かってるか、何の話？え、だとしたらなんかごめん。なんかごめん、謝んのも違うか。マジで知らないんだが、本当にあの小声で言うんですけど、本当にジャニーズさん分かんないんですよ。ずっと AKB しかだったから。うん、可愛い子大好きだったから本当に。あ、キンキさん、え、キンキさん知ってますよ、高見さんと一緒にテレビあれですよね、堂本兄弟出てらっしゃった。知ってます、高見さんありがとう。高見さん、よっしゃついていける。高見さんのおかげでついていける、よっしゃ。みんなの話についていけるぜ。桜井みたいな。なんだっけ、それは
星空の下のディスタンスの人たち。なんだっけ、アルフィーさん、高見沢さんです。高見沢さん一時期の選挙ポスターになってたやつ。そう、キンキさん変装して劇場、あー知ってます、知ってます、見ました。え、堂本兄弟さんでやってましたよね、それ多分。なんか最前とかに、最前だっけ、2列目だっけ、忘れたけど、いた、あれでしょ、見たうん、皆さん愛してる、だから本当に堂本兄弟全部録画してた、うん、神手、どっちが神手、あのこっち側、分からん、あの入り口と一番遠い側、そうそうそう、ね、あの方もそうですよね、あの西川さんもじゃんけん大会かなんかで。あれされてました、コスプレみたいなの真似してたよねうん、そう考えたら高井菜さんってめっちゃ堂本兄弟さんもどき的な、もどきっていうかことしてたんですね、堂本兄弟さんの中の出演者さんたちのモノマネみたいな、モノマネではないけど、YK さんハートありがとうございます。え、絶対私西川さんと結婚すると思ってましたもん、高見さんえ、絶対そこだと思ってた、うん、違ったえ絶対そう思ったファンの人絶対私以外にもいるよね、何人もいそう。え、いい感じでしたよね、え絶対そうだと思ってた、違った、踊らされてた、踊らされてたわけじゃないけど、うん、絶対そことそこだと思ったんだけど、手のひらの上で転がされてました本当に、うん、でもそういうことなんじゃないですか、あの番組ではすごい妹キャラで違和感あった、多分そういうことなんだと思いますよ、でもなんかきっとその AKB にいるときはすごいお姉さんお姉さんというか、なんか自分が引っ張らなきゃみたいな感じじゃないですか、結構だったと思うんですけど、総監督としては。でもそのあの番組にいるときはなんか自分が引っ張らなきゃっていうよりもなんか周りの方々、共演者の方々に支えられて一緒に番組を作っていくっていうのが多分すごいなんか雰囲気が良かったんでしょうね、だからああやっていろんな高見沢さんとか
西川さんとかのなんかモノマネみたいなのをたくさんしてたんだと思いますよ。だってねえうん、すごい好きだったな、あの番組てか高見菜さんが、うん、SKE さんが愛してラブルの時に出てましたよね確か。そこで私畑さんの存在を知って、あ、こんななんか こんな人いるんだと思いましたね。すごい声がすごいじゃないですか、なんかわーって感じだけど、もうなんかドーンって入ったらもううわーみたいなそうそう、ネバーストップさん、うちでの小槌ありがとうございます。私は小木曽しおりさんが好きでしたはい、あの声がねなんかすごい好きでしたうん、そうそう、あの回はめっちゃ見た、すごいいっぱい見た、あの回録画したやつを何回も見た記憶がすごい。だからそうそうそう、ぴょんちゃんの好きな声の系統わかる嫌なんですけど、待って、え、嘘だ、え、え、でも小木曽しおりさんと町田瑠衣さん全然違いますよね。あれ一緒、え、そんなことないと思うんだが、え、多分小木曽さんと伊藤沙莉さんは一緒かも、系統似てるかも、うん、5000人超えた、え、めっちゃ忙しいやん、ちょっと待って、え、ちょっと待って、今また爪頑張ろう、日本日本になっちゃった、無理はしたくない。でも、この顎の肉を落としてました今。
ここの顎の肉を落とす体操、体操っていうかしてました。え、何？無理。マスク外してこの動きできません。すいませんでした。以後気をつけます。ネバルトプさん、ハートありがとうございます。キャネスありがとうございます。山猫坊主さん、うちらの小槌ありがとうございます。さあということで、明日本番なんで、私意外と本番っぽくない雰囲気出してるけど、意外と本番なのでちょっとだけ、まあ不安な曲はないんですけど、今日もうちょっと頑張りたかったなって思った曲をちょっと練習してから、そうですね、はい、あ、ちょっと待って、明日の はい、急に YK さん、ミラボールありがとうございます。歌います、一旦すごい変な声出ちゃった。どこまで歌ったっけ。ブドウの味がした凍った果実を、合ってる？待って、1,2,3,4,5,6 を食べていたんだね、目で歌ったのか。無邪気に笑い転げる、そんな君が愛しい。ありがとうございます。 YK さん、ミラボールありがとう。明日は頑張るぞ。おいよっしゃ、ファイティン。
明日は配信ちょっと考えよう。なんかワンちゃんをお姉ちゃん家近い説、あ、そんなめっちゃもう横浜に住んでますとかそういうことじゃないんですけど、そう普通に戻っちゃうよりお姉ちゃん家の方が近いんじゃん、近いっていうか、まあそれでも許されるならそっちの方がなんか余裕持って配信できるんじゃないか説があるので、そう うちの姉の家がなんかすごい詮索されてる。神奈川川崎か違いますよ、残念でした、もう言わないですよ、全部違うって言いますよはい、知ったところでだよな、うん、怖いんだけど普通に、逆にどこだよねどこだよねとか聞かれたら普通に怖いんだけどうん、恐怖、マジストーカーだようん、いやまだ分かんない、考え中です、今どうしようかなって、スタッフさんがいいよって、もう別にダメな理由はないでしょ普通に考えてダメな理由はないんですけど、まあ分かんないのね、とりあえず通知が来るのを待っててください。まあできたらいいねぐらいで待っといてうん、あでも確かに集合を一旦ここに来るからそれもあり、まあ早く起きれるかって問題なんですけど、だから早く事務所に来て、やってそうだよね、だって明日どうなるか分かんないですもんね、まあ分かりませんできたらいいね、はい、すみちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとう、ということでそれではランキング読みます、明日も早いので、それでは行きます、1位サプライズレバーさんありがとうございます、2位パンダさんありがとうございます、3位トラックエローアットゴリさんありがとうございます、4位 YK アットレッスンオッツ明日頑張って楽しんでさんありがとうございます、5位アイドルスキーさんありがとうございます、6位セッキーさんありがとうございます、7位ともゆきさんありがとうございます、8位
北里康平さんありがとうございます。清井マックミックさんありがとうございます。注意、ネバーストップアット明日がお仕事始め僕の令和4年が始まるさんありがとうございます。11位サットアットピョンズさんありがとうございます。12位スミちゃんアット明日明後日はこの都いにしえの都何分からんよりピョンの活躍を祈っとるさんありがとうございます。13位カートピョンズさんありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はミッシェル、ん違うな、普通に読んでいいのかな、道江さんかな、19640703さんありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。明日頑張ります。髪型迷ってます。それではまたね、おやすみなさい、バイバーイ、おでこ全開、さよなら。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットをジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう富山県代表ハーピョンこと橋本アナでした。皆さん本日はありがとうございました。バイバーイ。